神山は神奈川県足柄下郡箱根町にある標高1438メートルの山で箱根山の最高峰である。古くから神の山として崇められてきたことからこの名がついた。箱根火山の中央化口級の一つ。約3000年前に山体西部を崩壊させ、堆積物がカルデラ内の川をせき止めて足の湖を形成した。 箱根山縁起並び所、箱根権現別等、行日編纂によると、古代から箱根山に対する山岳信仰は盛んで、特に神山への信仰は厚く、神山を擁拝できる駒ヶ岳の山頂を岩坂として、祭祀が行われていた。特に、高尚天皇の時代に、聖ブ占内が駒ヶ岳において、新戦宮を開き、神山を、 新体山として祀ったことが山岳信仰の流星に大きな影響を与えたとされる。駒ヶ岳の山頂では現在も10月24日に五人火災が行われており古代における神山への祭祀の名残を示しているという。天平法寺元年、万寛は箱根山に入り神山や駒ヶ岳で3年間修行の後、新宅により 箱根山主本源を祀る道具を混流したとされる。2015年6月30日に箱根山の噴火警戒レベルが3に引き上げられた際に、神山も入山規制の対象となった。山頂は木々で覆われていて、展望はない。ありがとうございます。